っていうことで、どっちから行く？はい、というわけで2時3時続く。2時3時所属バーチャルライバージャガイモ大好き乾いとこです。よろしくお願いします。よっとこちゃん可愛い、応援するよ。おきに。ところで好きな食べ物は何ですか？じゃがいもじゃがいもの中で好きな品種全部好き、何でもいい、愛してる。乾的におすすめのお菓子教えて。できたらいっぱい。じゃがりこ、オーザック、カルビーのポテトチップス、湖池屋のポテトチップス、プリングルス、じゃがビー、ベビースターラーメンも好き、あと揚げポテトも美味しいね。これ芋ばっかりだって芋美味しいんやもん。これは何？ポテトポテトチップス。じゃがいもや、ほんまや、じゃがいもや。乾の好きな、いや私考えたんですよね、いろいろ。どんなにしよっかな。フライドポテトとかジャーマンポテトとかいろいろ考えた。カバンの中何入ってますの？じゃがいも。カバンの中これじゃがいも。じゃがいも洗う夢見たからスパチャするね。え、じゃがいも食べたい。じゃがいも食べたい。ジャーマンポテトが食べたい。じゃがいも食べたい。じゃがいもポテトメイクイン。欲しいも。野菜ちゃんと食べた？食べた。じゃがいも。すき焼きにさ、じゃがいも入れたらめっちゃ美味しいの知ってる？じゃがいも、じゃがいも。すき焼きにじゃがいも。芋は野菜やない？え？野菜やし。畑で採れるから野菜やし。玉ねぎとじゃがいものお味噌汁が飲みたいです。飲むといいと思います。お味噌汁じゃがいも美味しいよな、めっちゃわかるわ。今日は何食べよう。じゃがいも食べたいな。じゃあ連名を作るんだけど、連名の名前と3文字のアルファベットで、構成されるタグができるんですが、どうしよう。これ連名何がいいかな。じゃがいも美味しいとかにする。じゃがいもネギおい、ネギ美味しい。すごい再現度。お、私もじゃがいも。わあ、私もじゃがいも欲しい。じゃがいも欲しい。あ、どうもどうも。どうもどうも。どうもどうも。あ、どうもどうも。いいいいいい。お腹いっぱいになってくれ。じゃがいも美味しいからな。私もトコちゃんからじゃがいももらったもんね。なんかマウント取ってる、マウント取ってる。私もトコちゃんからじゃがいももらったもんね。好きな食べ物。ハンバーガー、スモークサーモン、タコス、パスタ、ポテトフライも好きなんやけど、どっちかっていうとジャーマンポテトの方が。ポテトグラタンがあるやん。え、コロッケもある。いや、ポテトグラタン、あーでもコロッケも好きやけど、コロッケ、あ、お肉屋さんのコロッケめっちゃ好きやねんな私は。どうしようかな。あ、でどうしようかな。お肉屋さんのな、ちょっと甘めのコロッケがすっごい好きやねんな私。美味しくて、いやーポテトフライ、いやポテトグラタン、コロッケ、決められへん。これで30分ぐらいかかりそう。いや、どうしようかな。
どうしよう。コロッケ、ポテトグラタン、コロッケ、コロッケ美味しい。まあ、うわ、コロッケっていうところがずるいねん。コロッケってさ、一つね、コロッケと言っても肉じゃがコロッケとかかぼちゃコロッケとか牛肉コロッケとか、 なんかいろんなものがあるんよね。クリームコロッケとか、うわ、どうしようかな、まあ、その多種多様、うわ、ずっこコロッケ。